阪神、カープをボコボコ中の阪神&広島ファンの反応。先発野手全員安打、全員打点、昨日、一昨日打て。先発野手全員打点っていつ以来や、初めて見たぞ。サトテル5本異常甲子園で損しとるな。今月チーム4本目のホームラン来た。ああ。まあ阪神は今日が開幕戦だから気合入ってるよ。先発野手全員打点だって。2桁点が入るの久しぶりに見たな。燃えたのが今日でよかった。これで後半入れ替えスタートできるやろ。なんやねん、なんでこんな一気に点入るねん。猛攻止まらへんがな。大山、これが本当の下池や。もうええ、昨日おとつゆてや。野外球場はどこも炎上しとるわ。暑すぎてピッチャーが言ってる。この3連戦1-2-4なおカープの2勝1敗という。1点取って6点取られる。勝つときは接戦、負けるときは大敗。強いチームとはそういうもの。オールスター明けに取っとけ。昨日感染してた俺って。せっかく打線が生き返ったと思ったら大型連休。いつものタイミングの悪さやな。森下テルトでかいの続いて3度目の正直みたいなホームランやね。これで2勝1敗は効率良すぎやろ。チーム防御率1点台目前とは何だったのか。どうやったらこんなに打たれるんだよ。全員打点。これ絶対相手投手に軍域になるやつ。さすがに勝ったやろ。勝つよな。盆と正月が一緒に来ちゃったよ。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。